久保さん、マインドセットにしましょうか。まあ僕のね、マインドセットの中に一つあるんですけども、あの、どうせみんな金を使うんだったら、僕が、あの、何すかね、あの、なんだ、あの、お金を僕が代わりに使ってあげるっていうマインドセットなんですね。お金を僕が代わりに使ってあげるっていうマインドセットで、要は、うう僕は商品ずっと売ってるんですけど、結局、あの、なんだろうな、 僕が商品売らなくても、どっかでお金使うわけですよ。でも、そのお金の使い方って限界があるんですよ。例えば、手取り14万の人だと、手取り14万の人のお金のその使える許容範囲って、まあ、限られてますよね。例えば、おそらくですよ。手取り14万の人が、ホテルで10万とか20万の宿泊のホテルに泊まるってことは、まあ、滅多にないです。もしくはないかもしれないですよね。人生において。 ホテルでトランプも,もしホテルを選ぶんだったら毎回1万円以下とかほとんどの人が自分の貯金だったり自分の収入に対してある程度の一定のこの買い物の許容範囲なんですよ人生多分ほとんどが多分9割9分そうだと思いますまあもちろん例外はね家とか車はちょっと例外だったりする部分あるんですけど大体身の回りのその買うものですよねだからスーパーも変わんないじゃないですか多分 だから変わんないですよ。でもね、僕みたいな人はね、まあその商品売るので売り上げが上がるじゃないですか。つまりこのボリュームが変わるわけですよねで。このボリュームが変わることによって僕が買えるものっていうのは変わるわけですよ。だから、その人たちが買えないテリトリーですよね。この買えないテリトリーで経済を動かせるっていうね。っていうマインドセットですね。だから、あの、代わりにお金を使って、まあ、 1>, ね、1人じゃないですよ何人にも売って、まあ、それが集まりますで集まることによって違うテリトリーの領域の価格帯のものを僕がか代わりに買うでもこのこの価格帯っていうのは手取り14万の人には買えないみたいな話ですよねそう <laughs> まあ買うことはないっていうだからそうやってなんかねそういうマインドセットがありますねそう 商品を売ることによって違う。その、えー、商品を僕が買うことによって、まあ違う経済を動かすみたいな話ですね。ただなんだ。僕もじゃあ商品を売る上でなんですかね。もちろんお金よこせって言ってるわけじゃないので、あのじゃあその対価ですよね。まあ、今だったらお正月セールあの390円とかでやってますけど、<laughs> 商品提供するんで390円くださいと。 まあ僕はちょっと数が少ないので390円だと大きい、ちょっとすみません、ボリュームにはならないんですけども、あの390円をこうもらいます、じゃあそれがなんだ、1000人いたら、1000人いたらこれでまあ39万ぐらいですかもうどうですか ?1000 人売れたら。じゃあこの1人当たりの売ってる価格は390円なんだけども、1000人売れたとするならば39万円になるわけじゃないですか。つまり39万円の買い物ができますよね。 でも390円しか払えない人からすると39万円の商品は買い物はしないと思うんですよね。うん、あまあまあそんな感じですかね。ちょっとこれはレベルが高いかもしれないですけど、まあそういうなんか、あの、マインドもありますね。うん。そうまあいろんな意味付けとかいろんななんかそういうふうにやっていくと売りやすいんで。<laughs> まあでも実際そうですからね。もう嘘言ってないので。うん、大体かあのか、あの、買うものって決まってんすよ。だからその、経済が決まって、経済が決まってるっていうね。<laughs> そう。うん。これはいろいろお金の勉強をしていくといろんなものの考え方、その、意味付けっていうのはできますから、いいと思いますよ。いってらっしゃい。